はい、いきます。第6問、92年第6問、選手権。ダイジェスト版、ダイジェスト版。9分50秒で収めにできないみたいですね。やり方、はい。本部見る、本部見たら、はい。ラジエーター、車の関係、エクス、レントゲン、チューマー、腫瘍。患者から見て腫瘍、腫れ物や。でも脳腫瘍、脳腫瘍、脳の出来物、それから A を見る、一気に見る、一気に見た方が分かりやすい、かえってぶった切る、自分も死んだせよ、パッと見る、分からなかったらもっぺんささっと見る、同一、何が起こったんや、タイル、複数に筆者が壁に貼った、一番、Nothing happened、何も起こらんかった、で、Remained where they were、見てしまった、それらはそのままであった、リメインのままであった、当時はWhy was the writer's sister crying? なぜ筆者のシスターは泣いとったんや on the phone 電話で。トイさん。How did the editor almost ruin her car? Almost 中。もうちょっとのところで almost nearly。まあ、よく似てます。似てますが。どっちもまあ似てる。特に almost 中。寸前のところで。もうちょっとで俺受かってた。もうちょっとで私受かってたよ。負け犬の遠吠え。本当に。で、どのようにして筆者は almost ruin her car?はい、ルール、ルード、ポライト反対、ルード、ルイン、ルイン、ダメにする。なぜ、どのようにして筆者は、エディターを、エディター OR は、自分の車をルイン、お釈迦にしたのか。お釈迦にならんかった。問4。問4。Why did the writer feel some sympathy? 同情。パシーの前にアクセント、シンパシー、反対、アンティパシー、アパシー、アパシー。テリパシー、テリパシー、テリパシー。問4、なぜ筆者は、サムシンパシーを感じたんか。トゥワードに向かって、彼女のシスターに対して。OK。問5、How、どのように、How did the writer find out that this way?、ある事実を見つけた。どのようにして筆者は知ったんだ、彼女が、トゥーマー、腫瘍、出来物を持ってるて、脳腫瘍、脳の出来物、腫れ物。問6、What the main point of this passage? この文章のメインポイントは何や？メインポイント細かいところはどうでもいい。わかってる？ In speed reading, the techniques of faster reading, 曰く。In speed reading, there are several points to keep in mind. First, read only looking for the main point. Each story has one main point, and that point is the most important thing to look for. Second, read quickly, always try to get to the end as quickly as possible. Your goal is the end of the story.You should try to get there quickly. Third, don't worry about the minor details. Of course, sometimes details are very important, 時には。But in speed reading では、details don't count, 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 don't matter, 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 重要じゃない。これが身に染みてないからできない。はい、わかりますか？で、次に B の方を見てみる。今のセンター試験だったら、第6問の一番最後の問題。問6か。なんかね。そこらがこれの代わりになってます。これ見て3つあるいは4つ選ぶ。何でも言うけど、1箇所で間違っとったらあかん。大抵は、前半が正しい、後半間違いにしとく。それで前半合ってるやん。何しようっていう。アホやね、本当に。後半で落とすんや。センター試験、英語も国語も他の教科も社会も。どうやって落とす？まず、スピードがない人を落とす。スピードがない人。次何か。通といえばカーッとピンとこない人。それはね。だから、前半正しい、後半間違える。これやね。1番。はい。筆者はフォロー、後をつける。それから、後をつけるから、続くとか理解する。筆者は、ワークスマンのアドバイスに従わなかった。従った。1番。これは前半ですね。筆者は、職人のアドバイスに従った。でも、パッパッと見ていったら、登場人物を見ていったら、筆者、それから、職人、はい、2番。はい、職人の意見。タイルも主人公か。そうか。3番。筆者。アシスタ、はい、妹登場。と4番。メカニック登場。自動車修理工や。メカニズム。メカニズム。メカニック。
だから、筆者が言ったところのこと、What is important? 大事なことは、What is most important? is 大事なことは、一番大事なことは。筆者が言ったことを、エディターの車に関してが、turn out, わかった。turn out to be C, prove to be C, 結局 C であるとわかる。5番、ミカニックはエディターにレッスンを与えた。何や、教えたんか。6番、The writer は信じてる。なぜって、筆者、筆者、筆者。すんだけね。というならば、The first doctor, 数字注意、数字、数字注意、数字。最初の医者は、筆者が、訪問した。は、彼女に言った。OK。というならば、何、ゼロのもの。その5人の医者のゼロのものが、She, the writer, so, であったは、took her fears, I fear, I'm afraid, 恐れている。残念だから。彼女の恐怖を、seriously, 深刻に、受け取らなかった。9番。If the writer hadn't had the x-ray, I, hadn't have, hadn't had, それから、would have pp, would have pp。もし筆者が X-ray を取っていなかったとしたら、彼女は多分死んでしまっていていたであろう。はい、ゼロの。はい。ライターは考えている。筆者は考えている。It isn't easy. たやすくない。Easy 反対 hard, difficult. To doubt the opinions of experts. 専門家のオピニオン、in one's opinion. 何とかの意見によると。意見をダウトする、疑う、ダウト、ダウトでないと疑うことは優しくない。これね。はい、だからこれは抑止の結末。最初と最後を見る、最初と最後を見るんだけど。はい、本文。No! と、職人が言った。They won't stay up. They はもうすぐ出てくる。それらはステイアップしませんで、とどまりませんで、I had asked, 過去完了。ask 人 to 原型。私は彼に、プッと奥入れるはる、白黒の壁の床を、床タイル複数を壁に貼るように、プッと奥入れるはる、言ってたんであった。しかし、彼は主張した、インシストした。that they will soon fall off, fall, fell, fall, 落ちますね。後に私は、think over, そのことをよく考えた。で、decide, 決めた。There was no good reason. 十分な理由はない。good, 十分な。なぜ、タイルが、should, 万一、ご反対、come down をしてくるのか。そして、put them up myself. 自分で、くっつけた。はい、最後のところを見る。はい、抑制の結末。はい、we shouldn't, however, come, however, come, come, though, come. 我々は、しかしながら、shouldn't put too much faith in experts. 専門家に too much faith を put すべきはない。When it's an area we really know about. それが何や、我々を知ってることやったら。もういいもん。飛ばそう。最後。8 years later. 8年後。It's still standing. それはまだスタンドしている。それでまだかっこよく見える。落ちてなかったんや。ということが分かった。はい。で、問1。壁はどうなった？答え1番。Nothing happened. They remained where they were. はい、答え1番。はい、問6。はい。What's the main point of this passage? この文章のメインパッセージは1番。Experts are not always right. Not always, not necessarily, not quite 部分して。専門家は必ずしも right 反対 wrong 正しいとは限らない。我々は時に自分自身の、ジャッジメント、判断、ジャッジするをトラストすべきだ。そうや、答え1番。問2番。はい、1番。答えは1ですね。なぜ泣いとったんや、妹は。なぜって専門家が彼女に言った。彼女は彼女の息子をプロパリ、ちゃんと、していなかったから。ちゃんと育てていなかったから。問3。どのようにして筆者、オールモストは寸前のところで車を押し金するところやったんや。答え3番。by not trusting her own judgment。
彼女のジャジメントをトラストしないことによって。問4。はい。Why did the writer feel some sympathy? 反対、アンティパシー、アパシー、デリパシー、パシーの前、アクセント。なぜ筆者はシンパシーを感じたのか toward her sisterに対して。うん。しゃあないね。何が？答えは2番やね。Because she realized、realized 悟る、しみじみのわかる。It's difficult、難しいよ。For people、人々が。To have confidence、自信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 を持て。Confidence、confidence、confidence、自信。自分自身に、今日は難しい。そうや、難しいよ。世の中複雑すぎるから。答え2番。正解の前に嘘を置いとく。2番、1番みたいに。こうすると時間がないやつは、1番やとするやろ。問い5番。How did the writer find out that she had that tumor? Tumor、大事なことや。どのようにして筆者は知ったんや。はい、答え。はい、2番。She managed to get the fifth doctor to take an x-ray.マネジツー原型、守備よく納得する。マネジダメージイメージ、マネジメント。彼女は、ゲット人トゥー原型、ゲット人トゥー原型。彼女は5番目の医者に、なんとかレントゲンを取ってもらうことに成功した。守備よく。答え2番。これ見たらおもろいね。1番。何かっていうと、はい。It was discovered. テューマーは発見された。During the operation she had, 彼女が受けた手術の間に、during 名詞、while ing, while s3。手術した、あれ、出来物があった。漫画チックですね。3番、recommend を覚えておく。recommend 推薦する。recommendation 推薦。5番目の医師が勧めた。recommend that s 原型、s should 原型。ask that s 原型。S should 原型、propose, advise なども同様。提案の動詞、プラス、that S 原型、S should 原型、5番目の医者が進めた。彼女はね、have mono PP、レントゲン取ってもらうべきだと進めたんじゃない。はい、4番、その若い医者が、若い医者は立ち寄ったんや。X-ray を取って、そして見つけたんじゃない。うまいね。凝ってるね。だから正解率は 50% 未満やね。こんな風に作る。登録。メインポイントは何や？答え1番やね。2番だったら、我々自身のジャジメントは大抵ベターや専門家よりとか3番。我々は耳を傾けるべきだ専門家に。我々がほとんど知らんことについてのみ。これもどうでもいいことです。で、違う。4番。我々は専門家に、をトラストすべきだ。我々が知ってることについてのみ、我々の知ってることについて専門家をトラストすべきやないでもない。はい、B の答え、はい、B の方は答えが2番、2番、890、890。どうなる？簡単。同じ数字が連なっても、連なっても、あれ同じ数字がずっと A の方でついても、気にすんな、気にすんな。みんな嫌がるから。はい、1番、前半は正しい。アドバイスに従った。従わなかったよ。だから1番、ペケ。2番、結局、間違ってた。そうや、2番、正解や。3番、筆者は感じた。シスターが、彼女をコレクトリー、プロパリーにハンドルしていないと。アホ。4番、ミタニックが言ったことは、エディタルカーは、turn out to be C、prove to be C、アホ。5番、専門家は、ミカニックは、エディターにレッスンを行った、授業を行った。いかに、管理するか、look after 提供車を、in cold weather 寒い天気に、第6番、筆者は信じてる。なぜって世界が大層複雑なんで、今や、我々はもはやコモンセンスを、コモンセンスを使うべきやない。あべこべあべこべ選択肢。7番、最初の医者、筆者が訪問した最初の医者が、言った、穴がありますせ、頭の中に。頭の中空洞ありますせ、ホール、ホール、穴。ザ・ホールの WHOL、全体の、全体の。マンホール、マンホールのホール。ちゃうちゃう、穴がある、ジョーク言った、ジョークとして言ったよ。だから答えは2890。よかった、よかった、よかった。